今日は大山に来ております。初めての、はい、登山道を歩こうと思います。ここ歩いていいんかな。ほら、山っぷで見つけたこの三の沢っていうのをずっと上がっていくコースなんですけど、はい、槍ヶ峰を目指して、でそっから立ち入り禁止って書いてあるんですけど、山っぷ見たら皆さんちょっと行ってる感じだったので初めてだったんですが、はい、このコースをちょっと登っていきたいと思います。なんか登山道違うって書いてあんねんけどな。いいんかなこれ。この三の沢沿いをどんどん登っていく感じです。一応道はあるみたいですね。ここ1ヶ月ぐらいのヤマップ検索してもほとんどこの道から皆さん登山されてるんですよ。なんか行ける気がせえへんな。なんとのあんねんな道がな。この三の沢のこの根木をずっと歩いてきて、でやっぱり丸印ついたんねんな、こっち歩きなさいよっていうことやもんね、あれ。で今目下大山山頂を目指しておりますが、はい、すごく心細い、登山道になります。誰でも来ていいルートなのかどうかっていうのを、はい、確認しようと思って来ましたけど、来たらあかんやつちゃうかなこれ。一応ルートはこのルートで、はい、皆さん登っておられます。あるなやっぱり道。また右岸から左岸に、はい、渡って登ろうとしていますが、こうやってねロープはやっぱり設置されていまして、ここ登んなさいよっていうことを、はい、記してくれてるんですが、なかなかやなこれ。よいしょよいしょ。帰りやばいっすねこれね。こんなんかここ渡るっぽいな。こっちだな。いわゆるバリエーションルートってやつなんでしょうねこれ。ここなんだろう。こういうねちゃんと人が歩いた道があるんで、見逃したらアウトです。ちょっと不安でいっぱいやったから、はい、今日のコンディションお伝えしてなかったですね。10月4日水曜日です。鳥取は大山に来ております。お天気は晴れ探してきたんですが、晴れのち曇りということで、午前中は青空見えてると思うんですけど、昼からは、はい、分厚い雲に覆われるとの予想です。気温は、現在15度ぐらいです。とっても涼しいですが、三の沢ルートまっすぐ直通ずっと上りなんで、休憩できるポイントが全くございませんので、割と大汗かいております。で三の沢の、入り口に割と大きな工事車両が入ってる駐車場あるんですけど、今日工事業者の方に聞いたら、止めといて止めといて構わへんよって、関西弁ではなかったけど言うてくれたんで、そこには止めて良さそうです。はい、すごいな。なんかここだけ見たら木曽駒ヶ岳の千畳敷カールのミニチュア版みたいに見えますね。
そうそう、今日僕が着てる、長袖のまあ長袖だからロング T シャツなんですけど、はい、ブリングっていう、メーカーの、はい、コットンライクな河川 T シャツ、はい、これ去年買ったんですけど着る機会がなくって今日初めて着ました。なんかいい感じですよ、雰囲気も別にスースーもせえへんし、なんか汗でベタつく感じもないし、はい、リサイクルの生地を使ってるそうで、はい、よくねインスタとかで広告流れてくるんですけど、なんか雰囲気良かったんで、はい、一着買ってみました。一回ホームページ見てみてください。もはや手を使わないと登れないです。五十肩が痛い、はあ、こんなずっとこれかな。まあまあしんどいな。誰もいい品し心細いし、まあそれはいつものことやけど、えらめっちゃキュート。これ北アルプスでもなかなかないキュートですね。よいしょ。登り始めて1時間20分です。こんな感じ、線見たらやっばい登りやなこれ。いけるのかしら。激キュート。槍ヶ峰のちょっと手前なんですけど、はい、もう全然難しいです。はい、危ないっす。よし行こう。槍ヶ峰ってこれなんやろな、多分な。こんなん登らへんで。これ負け道あんの？え、なんか登ってそうなルートがありますけど。ほら、ルートあるわ。無理無理無理。行かないよ。やばいっしょこれ。この高度感もやばいし。はあ？ほぼね直角に登ってる感じなんですよ。俺は直角。世代違うけど。よっしゃ。ああよかった。あっち行けるわ。ああしんど。こっちが槍ヶ峰。こっちが剣ヶ峰らしいです。この眺望すごいな。いやこれすごいわ。おすすめできへんけどすごいわ。怖っ。
めちゃくちゃ足すくむわ。バリ怖いんやけど。大山やば。はい、はあ、今槍ヶ峰と剣ヶ峰のちょうど間に立っております。ちょっと恐ろしくなってしまってこのね、ここをビューって歩いていくんだと思うんですけど、ちょっと怖すぎて途中で足すくんでしまった。めちゃくちゃ怖かったですね。丸太なんか普通に歩けんのに50センチぐらい多分あると思うんですけど、その道が歩けへんっていうね。へえ、いやー怖いわマジで。すごいよ大山。ここで怖いって言ってたらもうジャンダルムとか絶対無理やな。むっちゃくちゃ怖かったな。ほんま見てこれ、断崖絶壁です。やばいっしょこれ。こんなあかんわ、あかんあかん、死んじゃう。晴れてる大山初めてやったんですけど、すごい素晴らしい今眺望見れてます。ほら日本海見えてます。すごいよほんまに、向こうの方まで見えてる。でもねガス上がってきてるんですよ。ほらね、ギリギリきちっと眺望も見れたし、怖い思いもできたので、はい、今日はこれで終了にしたいと思います。ちょっとねワープも要線です。危ないっす。それでは今日はこれで下山したいと思います。やりがみねの上り、稀に見る急登で、でその急登がずっと続くんですよ。でしかも緊張感を持って登っていかないといけないから、ちょっとあ告知知らんし行ってみようかなっていう僕みたいな人はやめた方がいいです。で亡くなってる方もいらっしゃいますので、はい、2時間24分、はい、すごい短いんですよ。でほんまに怖かったです。うわ、うちょうどほらもうガスガスやん。一人だけすれ違ったんですけど、その方登る頃はガス晴れたらええのにね。あでもやばそうやな。はい、ちょっと気になっていた三の沢、まあ、経験できてよかったです。
二度と行かないと思います僕は。はい、まあ、あの簡単にスリルで楽しいですよっていう山ではないので、はい、本当に下調べして、望まれることをお勧めします。はい、そんなことで、今日もあの中途半端な動画になりましたけども、はい、ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また遊びに来てください。帰ります。さすが大山、ガスガスになってきました。お疲れ様でした。